はい、ということで今回は最強のダイエット食材沼を作っていきたいと思います。なかなかダイエットが進まない、痩せれないという方は沼の作り方を知らなくて損をしている人が結構多いと思うので、この動画では沼の作り方が分かりますので、ぜひ沼を作ってダイエットしてみてください。それでは作っていきたいと思います。まずはこのもも肉を使います。で次に卵は2個使います。でささみ2本使います。でえのきも使います。でわかめと塩昆布。沼作ってる人でもなかなか入れたことないと思うんで、はい、今回これ使っていきたいと思います。でここにお米を1合入れます。だいたい1合ぐらい入れます。よいしょ、めちゃめちゃ軽く洗いました。でそこからえのき入れていきます。まずこれ切り落としてから、きのこはカロリー低いんでね、まあ、そこまで入れても大したカロリーにならないんで、これぐらいかな、これぐらいで入れていきます。ささみ2本入れていきます。鶏のもも肉も入れていきます。もも肉は一応こんな感じで皮がついてるから皮は外してから入れていきます。よいしょ、これで入れていきます。すごいことになってきてますね。塩昆布入れていきます。どれぐらい入れたらいいんやろ、とりあえずこれぐらい入れていきます。で今こんな感じになってます。塩昆布、えのき、あ、じゃあもも肉、下にささみ、米が入ってます。でここにふえるわかめを入れていきます。とりあえず一つかみ入れます。これぐらい入れていきます。もうちょっと入れていきますか。プラスでわかめ入れます。ここで卵2個入れていきます。ただいまこんな感じです。ここに水を入れていきます。水は1リットル入れていきますので、これを2杯入れていきます。水をたくさん入れることで水分量が多くなるから満腹感を得やすいということが狙いなんでね。1、大丈夫かな、結構不安なんですけど。でちょっと卵溶きます。ここにですねカレーパウダーも入れていきます。全部入れちゃいました。でちょっと混ぜます。で最後にこの塩コショウを入れていきます。結構入れました。これは後々調整するらしいんで、そこまで多めに入れなくてもいいみたいですね。それではこの沼を炊飯して炊け終わってから6時間から8時間ぐらい寝かせるみたいなんで、とりあえずこれを炊飯していきたいと思います。えのきが足りなかったと思ったのでちょっと足したんですけど、プラスなんかオリーブオイルも入れ忘れてたんで、オリーブオイルも 20g 入れていきます。まあ一回し二回しぐらいでいいかな、まあ、これぐらいで締めまして、炊飯して、6時間から8時間後食べたいと思います。それまでスキップしていきます。それではオープンいきます。オープン。すごいことなってる、やばいねこれ。ちょっと中身ほじくってみますか。うわすごいな、うわ沼やねこれ。おー米出てきた、これが沼ですよ。では5、6時間後にじゃな。ということで8時間経過したので開けていきます。はい、ということでよそってきました。こんな感じ、ちょっとネギ入れてアレンジしてるんですけど、本当に沼ドロドロ、水を1リットル入れてるからもうドロドロなんですよね。でプラスちょっとなんかこの一味なんかも入れてみたら美味しいんじゃないかなみたいなんで、これもちょっと入れていきます。入れるで、これぐらいにしとこうか。ではではいただきます。うまいんかな。どうやろ、めっちゃ怖いな。いやめっちゃ怖い。じゃあちょっとこの、まあ、まずお米からいこうかな。いやこれいただきます。うまい。なんかだし風味が強くて
あ、美味しい、うん、全然いけますね。お肉の多分いい出汁も出てて普通に美味しいですね。カレーパウダーも入ってるから、このお肉の出汁の味とすごいマッチして美味しいかな。これ見てください、お肉も結構ホロホロで柔らかくて美味しそう。お肉と絡めて食べてみます。いただきます。あ、余計うまい、余計にうまい。いや、マジうまいね、これ。この乾燥わかめからもいい出汁出てるんじゃないかな。いや、うまいね、これ。もう炊飯器一つでできるから、すごいいいと思う。ほんまは、干し椎茸とか、オクラとかを入れるみたいなんですけど、ちょっと干し椎茸とオクラなくて、まあ、こんな感じの材料でやったんですけど、全然これでもうまいと思う。卵のまろやかなのも、多分美味しい理由になってるんじゃないかな。普通にうまい。YouTube でマッスルグリルさんっているんですけど、その方の作り方を参考にしてやってるんですけど、めっちゃうまい。やっぱこれしかも食べながら絞れるってめっちゃいいですよね。うまっ、マジうまい。しかも水分めっちゃ含んでるから、少ないカロリーでマジでお腹いっぱいになる。僕と同じ手法でこれやってみてください。マジでうまい。もっとカロリーオフにするんだったら、もも肉より胸肉使ったりとか、タンパク質も取れるしね。すぐなくなっちゃいそう。まあこれさすがにお弁当に持って行ったら引かれそうやから、休みの日とかこれやってみて、一日これで生活してみてください。たまにはこの一味とか入れてちょっと味変えてみるとかね、うん、余裕で全部食べれるね、これ。完食、ごちそうさまでした。はい、ということで今回は、この沼を食べてみるという動画でした。本来の調理法とは少し違うんですけど、私のこのバージョンも十分に美味しいと思うので、皆さんもご家庭にある炊飯器で一度試してみてください。最後にチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまたの動画で会いましょう。じゃあね。